しい。おはようございます。はいさー、はい、ジャングル牛でーす。今日雨なんでね、今日ね室内でやれることを。雷雨です、雷雨ね、はい、今日超雨降ってるから。新世紀エヴァンゲリオンを2人に見てもらおうかなと。はい、あんまり見たことはない。全く見たことない。俺はたまにテレビとかで見るちょこっとした映像ぐらい。全く知らない。興味ない。ゼロゼロ興味もない。興味もない。いや、なんかテレビでほんとチラッとやってんのは目にしたことあるぐらいで、エヴァンゲリオン映画でやってるよとか例えばもし言われても、へーっていう。今の時代の若い子にエヴァンゲリオン見たらハマるのかどうかっていうちょっと検証をやっていこうかなと。エヴァね。なるほど。ネットフリックスで見れるようになったんですよ。はい、はい、ネットフリックスは入ってますけど、ネットフリックス使って俺エヴァ見るんですか。今から見れるんですよ。今ん昨日か、昨日から見れるようになってますんで、ね、ちなみに俺はすごい見てた。すごい見てた世代なので。山田さんちょうど世代ですか。ちょうど中学生の時に始まったからめちゃくちゃ見てた。ドンピシャだね。大好き。なんかあれでしょ、ロボットのあれでしょ、あの機械に操縦してみたいなやつでしょ。あんまああいうのがね、乗り込んでみたいな。じゃあ、あのエヴァンゲリオンのことロボットって言うと怒る人。あ、そうなんですか。そうなんですか。いや、でっかいロボットでしょ、紫の。だからあの人乗り込む型の。そう、だからあの朝の戦隊モンでやってたような感じでしょ。あのこう操縦して、なんか悪いやつ倒して操縦こうやって、こんなんじゃないの。だって俺のイメージもあの本当に、ね、あの脳器具みたいな感じで全身脳器具軍隊やったエヴァンゲリオン。それは絶対怒られるよ。脳器具、そのあの前操縦の仕方ね。そうそう、操縦の仕方がエヴァンゲリオン自体は脳器具やと思ってないよ。い、俺あの歌の残酷な天使のテーゼとかしか知らん。 あれは有名だよね。あれみんなカラオケのルフランとか。そう、魂のやつしか知らん。ちなみになんですけど、はい、95年にアニメ放映始まってる。お、俺の生まれた年や。俺の生まれた次の年や。なんか映画ってやったことあるんですか。映画は映画版を何回もやったりしてるんでしょ。2020年に新作が出ます。へえ、まだ今現段階では2020年。そうなんや、見に行こうとは。まだだってまだ東京オリンピックの方が見に行きたい。めっちゃ面白かった。なんとか今日1日で見終えてほしいです。前話26話、やっぱ8時間ぐらいですか。8時間、ロングスパンやな。その年で見てもらおうかなと。その見方、ニートの見方と一緒やん。今日ちょうどできるじゃないですか。まあね、やろうと思えば。確かに今日予定ちょっとバラシになったからね。確かに雨でバラシになった。雨がありますんで、はい、エヴァンゲリオン見ていきましょう。新着って書いてる。新世紀エヴァンゲリオン、これがやりますから。エヴァンゲリオン鑑賞の方に行きたいと思います。はい、それではエヴァンゲリオン鑑賞の方に行ってみましょう。あ、見えた、急に始まった。じゃあ最初からにしよう。エヴァの設定の年も過ぎてしまったのか。確かに2015年だもんね。うん、そう、やが4年前。本当はこうなる予定だったの。人、人、人、なんか出た。これが人でしょ、多分。え、人って人じゃないの。すごいよ。あ、そうなの。この人っていうのも誰かが操縦したいの。知らんよ。俺も見たことないから。へぇ、その、へぇとかなんだ。いやいや、秘密基地あるんやと思って。ちょい、ちょうだい。ね、マジ言ってんの。急にでかい声出すから。びっくりした。すごい、パソコン使ってるよ、みんな。ねえ、しかもノートパソコン。乗りたくて乗ってるわけじゃないのに、こじらせまくってるやん。もうエヴァ初号機、活動停止。いや、終わってないよ。活動停止しました。活動停止しました。怒りのお父さん、あの、イッテ Q の人の声じゃない。弱虫なの、お前の方が。弱虫、人のことけなすタイプ。まさかの。おかえりなさい。え、こじらせてるな。え、帰ってきた。結局行かなかったってこと。代用、最初の使徒が来た下りとかもう分かんない。なんで来たか分からん、使徒が来た理由分からんけど、だから久しぶりになんか十何年ぶりに使徒が襲来して、久しぶりの再会で殺したんでしょ。で、乗って
エヴァに乗って、そう暴走して殺した、そうなんかたまたま死んだよね、暴走してな、うん、暴走してで転校したんよね。この体勢つらい、スラタン、スラタンマジヤバタン